さあ始まりました古外談の論壇この番組はカリスマプログラマー古外談による理系エンターテインメントトーク番組になります私は司会の山地達也ですどうぞよろしくお願いいたします,しします今日タイトルであの新エヴァ乾燥戦とか書いてせいであのあ<ー>コメントにも新エヴァ見てきましたって人とまだ見てない人と <laughs> なんかいるんですけど、うん、<laughs> さてどれぐらいネタバレをしていいものやら というのか俺もよく分かってないところがあるかもしれないに逆に見た人に質問するかもしれない。まあでもちょっとメインは限定でやった方が安心は安心ですかね。あ,あまだいあまあ見てないけどネタバレしてもええでっていう。まあこれはメタネタバレかもしれないですけれどもまあ割とネタバレ体制の高い作品だと思います、ねうん。本当にそうううう思っった、うん、どういいうことかっていうとかて 絵があるものっていうのは、絵そのものはかんあの簡単にネタバレできないじゃないですか。こういう絵だっていうふうに言っても、うんうん、じゃあ、例えば、泣く女っていうのは、あれですピカソの有名な絵のタイトルですけど、泣く女って言ったら、その絵のネタバレになるかって言ったら、全くならないでしょ。あの絵を見ない限りはあのああの、見たことにはならないわけじゃないですか。うんうん <laughs> まあ逆にシャバラン監督の映画みたいなんだとちょっとまずいかもしれないですけどね「うん、あのスックスセンスとか。そういう意味ではとってもネタバレ体制の高い作品だとは思いますよ。一応安全策をとって多少のネタバレは限定の方でしようかなと思ってますけれども娘で忙ししいい流行ってるらしいですよねいや,いやだからその辺の感覚がねちょっとあの。 僕はわかんないの、まあ擬人化というか、まあ、美少女化ね、うんうん、だからあの,あのカンコレも馬娘もこういうのもなんだけども、うん、必ずあの何にあのされるかっつったら美少女にされるわけだよね、うん、まあ美少女にはかん、うん、まあ美少女だね。うんうん あれはなんか思うんですけど美少女って別にその言ってみたら性的対象とかそういうんじゃなくてもうなんか今の時代の美少女ってすごくニュートラルなものとしていやでもニュートラルなのかなでも別の言い方をするとさ、うん、あのうんこれにしてもかこれのさかん娘にしてもさ馬娘にしてもさ、うん、あの人が刺激する対象じゃん。 モルカーと一緒じゃん。うん、<laughs> あ、はあは。そうだからまず道具なのよ。はあ、うん。道具なのよ。だからそこは譲れないでしょ。うん。まあそうですわな。そうだから戦闘のできない犬娘とか犬娘、うん犬娘じゃないし、うん、レースができない馬娘とか馬娘じゃないし、だからまず持って人間が刺激する対象じゃん。まあでもどれだか,だからそこはすごいディスパリティがあるんじゃない。 あうん、ただ奴隷状態にあるわけじゃなくて本人の意思でやってるっていうところはあるのでは、うん、じゃあ本人の意思でも、うん、でもあれを本人の意思で奴隷をやってる人たちというのはここの当時少なくはないよ。そうよ問題に振り込んできたなよあの,あの,あれですよあの暗殺されたカエサルと一緒に戦ったカエサルの奴隷もいたわけですしこれはも、ま、う、あ、まさに好き好んでやってた例でしょ。 馬娘を語る際にその立,、はい、立論が、うんうん、だから自分の意思があるということはだからそれはだからあの奴隷であることを肯定するのだがこういうのもなんだけれども、うん、あの奴隷とは言ってもあの実は人の奴隷というのはあの何でもかんでもあの主人はできたわけではないんだよね。 ああその主人が奴隷に対してそう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 だからフルスペックではないけれども人権っぽいものはあったのうん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 かこう傷つけちゃいけない的なそう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 ,そうで微小ょ化された道具っていうのはどうなんだ おそのフルス人権はあるのかという意味でフル,フルスペックだからやっぱりいくらあのいくら人の形をしてたとしても、うん、あの人と見なすのは間違ってるんじゃねとは思うんだけどね。はあはあはあ。やっぱ特攻しろっつって言ったら特攻するんじゃないか官房する っていうのがさあのこれのネタはあれ早速い,いやあの言っちゃうというのがこれ前回あ前回もそう,もう9の時に出てきたから言うけれども、はい、あ,のあれだよねあのそうあのそうあのヴィレンの人たちが乗ってる分断の縦になって、ま、縦になってたり矛になってたりまああのとかしましたよねだからあの海にいただから今までの感染があっただからそういう存在ないんじゃないの あのンコこれカ娘たちは」というほうでそうやって扱うのが正しい扱いなんじゃないかなだからそういう作品はないのえどどいやあのだから実は戦闘艦に見せかけてミサイルでしたみたいなはあはあはそうだから敵のところまで行って自爆するみたいなのはないのこのカンコレの文脈ではあ どうなんだろう、あまりにも詳しくなさすぎるからすいません、なんか、馬娘、最近俺、はまってやってるんで、結構来てそれちなみに、馬娘、どの辺にやっぱり故障したら射殺とかすんないや、各世代は、まんべんなくっていうか、最近はともかくとして、まんべんなく知ってる馬がやっぱり出てるっていうか、私の場合、東海帝王とか。 そこら辺は要は子どもの頃実況をすごい好きだったんで見てたりしてたんでだからあの擬人化っていうのはそういうことでもあるんじゃないのって僕は思うのね。だから<ー>そうあのだから姿形は人でもなお あのだから人ではないから人ではないだから扱いがあのだから必要であればだか,らあのだからそれはしていいんじゃないのっていうメッセージなんじゃないかとだからそれが絶対嫌だったらあのむしろ金輪際擬人化はは避けるのではないか、はあ、直哉さん的には「擬人化した方が入れ込める感じ元の馬よりも」あ,あウィニングポストの時は全然ワクワクしなかった多分これカンれからの流れなんですよね うんでそれであれだよねいろんなものをだってあのねあの人物の擬人化ってわけが分かんないけどさ <laughs> 今やさあれだよね <laughs> 戦国武将とかねそしゃげえではもうそれ,あののそれ普通だもんはあいやこの普通だもんね擬人化しかしそこまでみんなそのなんていうのかなそういうことを、うん。 考えながらやってるよりも文化的に当たり前になっちゃってもうそこのとこも考えなくなっている気がするんだけどな。やまあでもそれはまああのあれだよねだからあの全世界的にというわけではないよね。しかも日本日本のまあこれメインカルチャーとまで言っていいのかだからあのかなりあの大きな あの方面だけででもそれでも例えば全プレ f GO やあのカンコレやまあ要はあれですよねあの自人化というのがびああそう美少女化がだから売りの,、うん、あ,のあのだからコンテンツを買ってる人たちというのを全部足してだからそれマジョリティになる <laughs> ああなるほどね、うん、まだそのあくまでもマイナーなそのその意味ではマイナーでしょっていうのも、うん そ,あのそれはあ,のあ,のあ,あれだよあの女性のプレイヤーもいないわけはないけれどでもマジョリティだというのはもっと考えがたいよねうん、うんうん、いやいや「ウマ娘」やってる人の意見も聞きたいとあなんかこうあれコメント見られなくなっちゃった、うんうん、やっぱり w i フ f i が落ちてるから嘘あれ増えてきてるな、うん、そこまで考えてない。<laughs> こっちは来てるけれど、本当、うん、あでもコメントが来てないかな、これ、あれ、それ大丈夫なはずなんだ、いやちゃんとあの少なくとも映像も動いてるから来てるはずなんだけど、リロードしてみた、うん、いや私もそれ使って、あれ、そうなんだ、ちょっとわかりました、じゃあとりあえず続けましょうか、はい、じゃあもう一つ軽めの話題ときますかね、まずもう一つあテストテストちゃんと来てますね、はい、テストテスト見ますよ、こっちだけ？なんでだ。 これ有線つなげられますえっと、ないな、ちょっと僕が持ってる有線のング USB-C ですかあ USB-C です。はい。ちょっ、と待ってねどうもどうも、ありがとうございます。こっちで接続してテスト済んでるから、それでも普通に。 すいません、なんかちょっと、はい、全然こうななな、はいはい、なんか山地さんがコメント,メント見れないみたいで、うん、そ,うそう、山地さんのバックボだけ、なんかちょっとおかしいみたいで、<laughs> はい、これでいくかな。で、刺しただけじゃ、ちょっと、ね、念のために、それ、あのネットワークコントロールパネル出して、うん、はい、うんうんうん、ネットワークで。 このイーサネットでいいのかな、これを。これで。うん、見せずつになってるけれども、だから。うん、<え>これが来て、きたかな、なんか。あ、来た、ねあ、いった,た,た、たねはいった、いった。ちょっと時間がある。それでいいです、ね。あ、どうも、どうも。いい助かりました。はい。はい こんなあのもう少しあれかな時間をかけるべきだったかな <laughs> 山地さんの悪口をかけないと <laughs> <laughs> 言ってたから <laughs> はいはい、ええ、じゃあの軽いネタのもう一つ、うん、軽いネタの割に結構あれだね <laughs> あの面白い論考になったよねだからあの僕はだから意い悪いとかっつって言ってるのではないけれどもはいあの 意外と風当たりもどが少なうんいも,もっと来てもいいと思うんだけどね。うん、ああそのえっ、ー、とそうだから、うん、あのだから人でないものだからあのだから擬人化してっていうのはうううん、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 意外とえっと日本の名城を、うん。うん 要は擬人化したりとか、うん、まあそういうブームがカンコレがポンってんかあお城コレクションだったらったでもカンコレのうまいところっていうのは確かに艦船はあれなんですよねあの伝統的には女性なんですね英語とかでもはあ<ー>、はい、はい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  C なんですねはい C、ね、なんですよはい<ー>な船は女性なんですよはい、はい、じゃあもう一つはい 次の話題、うん、このあそうだ美少年もあれだね桃源乱舞があったね数少ない例でじゃないかなあとはなんか美少年の首をした馬の、うん、ゲームもあった <laughs> あああ,あそうなんだ, <laughs> なんだっけ、うん、っ名前どう忘れしちゃったんだけどその馬の育成ゲームとかありましたね、うんうんうん、いやただ、うん、私がはっきり覚えてるのは「ケモフレ」がヒットした後に「 要はウマ娘って発表されてる記憶があるんですよ。なんでまあ俺はその時あの第一印象としてあケモフレブームに乗っかったのかななんて思っちゃったんですよね。<ー>でその記憶としてちょっと残っててだいぶ発表されてから今回公開されるまで時間が経ってるんで<ー>最初の印象はそれでした。なるほどなこの「獣擬人化」的な文脈のところっては俺よく理解できてないところがあるからな <laughs> あんまり深く <laughs> 語れねえな。 これあのちょっとだいぶ系統の違う話なんですけどディープフェイク流行りのディープフェイク身近になったディープフェイクああこの,この,あの娘が娘がチアリーディングをやってるんだと、うん、チアリーダーをやってるんだとはい、はい、でその娘のライバルを蹴落とすために、はい、そのライバルの女の子たちの裸の姿とかをディープフェイクを使って作成して。 それをルフした母親が捕まったと。いう <laughs> すごいディープフェイク、なんか AI 技術、AI 技術なんか未熟になってんなみたいな、うん。そのうちあれだよね。だからこれくらいの端末でもリアルタイムで、うん、ディープフェイクできちゃうんではないだろう。<laughs> 全然だから実は我々も、ですうん、実は我々もあのあの,あのディープフェイクされて。 <laughs> ここにいとると。<laughs> そんな、そんなに悪いこと言ってますから、今。<laughs> 元の人間の評判を落とすほどのだ。だから、<laughs> そもそもあれだよね。<laughs> ディープエイクしてたら、あれ、Wi-Fi がおかしいとかって、ちょっとあまり言ってない。<laughs> <laughs> すげえ、ちょっと話題 <laughs>、うんうん。うん。かえってそういうどうしようもないところが。 何と言えばいいのかなあのリアリティの証明というのか傍聴というのかになる時代が来るかもしれないボケにこそリアルの価値があるという、うん、<laughs> いやいやどうも失礼しました同人誌みたいいだなって書いて書あるとあともう一つそのこれなんかあのとほほな感じのするニュースなんですけど実は大きな話にもつながってんじゃないかというイーロン・マスクが。 テクノキングを名乗り始めたという。あのおい本当にあのでもすごいよなあれですよ。あの S&P 500のあれですよ、うん、企業の CEO ですよあれで <laughs> なんかこのすごい香ばしい中二 <laughs> 中が <laughs> すごいですよ、ね。うん、でこのこのテスラの CFO はマスター・オブ・コインを名乗った、うん。<laughs> <笑><笑>でこれなんかあの SEC とかに書類を提出するっていうのがアメリカの会社ってその肩書きとかそういうふざけたやつをそのなんかそういうのに出す必要ってあの日本と同様だと思いますよだからそれはバイオであの要はだから定款でだからだからなんかそうだから代表取締役部長って会社も確か日本にあったはず。 お株式会社総務部だかなんだか。うんうん、でこの、まあ「テクノキング」名乗ったってこと自体はお笑いネタなんだけれどもこの「なんでテクノキング」を名乗ったかっていうところに、うん、今後その、まあ、ビットコインみたいなブロックチェーンクリプト通貨とかなんかをあのガンガンやっていこうっていうことが、うん、あの現れているという話でなおかつ NFT にすごい興味があるという話なんですよね。 なんかまた変な変なあれだよなだから映像をトゥイートしてたよな、うん、でその NFT っていうのが最近あの、はい、そういうテック業界なんかでは非常に興味を持たれる、はい、注目を集めるようになっているとでダンさんもあの仮想通貨、はい、あの一時期結構ビジネスにも関わって。 やってたと思うんですけれども、はいはいはい、今でもあれですよ帳簿にはちゃんと載ってますよ、はいうん、ちゃんと載っけましたよ今年の確定申告にもって言ってもあれですけどね処分してないのでまだまだ当時のだからあ,のあれですねあの購入価格そのままで載ってるんですけれどもそういう通貨としての使い方だけじゃなくて、まあ、そのブロックチェーン技術をそういう何て言うんですかねあのお金みたいに 大体可能な,なんか別の例えば1円だったら別の1円玉に交換しても同じように扱えるけれども、はい、唯一無二の,、はい、あの ID 取引の,その証明として使うそのノンファンジブルトークン、はい、NFT として使うことが盛り上がってきていると。で例えばアートを NFT で流通させるとか。はいはい そういうことが行われていると言うんですけれども、はいはい、これって段差的に見てどうですか普通の使い方であて暗号通貨の正体は分散台帳だっていうのはこの放送でも何,、うん、何度か言いましたね要するに何がどこにあるのかというだからそれ別に通貨に使う必要はないんですよね。うん そうだからだから,だからこれはだから誰々のものですそれをだから誰々に譲渡しましたっていうだから記録を載せたっていいわけですよね。うんうん、か仮想通貨以外のだからあの実際の,きあの,あの分散対象のだから使い方としてはだからあの極めて普通。うん、で特にその不動産とか、はい、あのリアルなアート作品とかって、はい、まあその一つしか まあ、リアルだと、はいまあ、唯一無二のものだったりとかするから、はい、それの権利とかをみんなで NFT とか使うことである意味分散して持てたりとかなんかそのコンテンツを発表してそれをこうその権利みたいなものっていうのにきちんと保証されて収益が入ってくる、はい、そういう使い方はなんか私も理解できるんですよ。まさにそういう使い方なんですけれども、うん、でもあ,のあれだよね あの盛大な技術の無駄遣い感っていうのもやっぱりあって、うん、であの実際台帳を分散させるためにはあの結構なコストを支払ってるわけじゃないですか、はい、電力ですよね、はい、主にはい、うん、ちなみにあれですねあの一番高い例としては NFT のあのあ違う あのビット当たりの価格が一番高いんじゃないかなという例は、うん、あのなんかあ、うんかああうる前衛芸術家がまあ今年の話ですねはいあのそうあの一ピクスあそう一透明ピクセルをウェブピーコンみたいなはいでそれにだからあのあれですあの 1イーサーの価格をだからあのイーサリアムのイーサーですね今いくらぐらいなんですか、はいうん、今いくらぐらいだろうかねはいおお<ー>まあ十何万うん10万円のオーダーだと思ったけどねうーんそんなはい今 1ETH っていくらだ ?ETH と、うん、ざっくりとえっ、ー、とうんうんうん はい、あれですすね1800ドルちょっと切るぐらいですでもそんな透明1ピクセルはい、はいまあ、まあでもよくあるじゃないですかえっ、ー、と4分何秒だっけ、うん、あの無言のそう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 <の>だからとっても前衛芸術っぽいじゃないですかはい<ー>なんですけどまあそれはいいわうん、うん、だからあの結局ね前にも言った通りこれあのそうだから 1BTC であろうが 1ETH であろうがだから,ら 1USD であろうが 1JPY であろうがまあ思い込みは思い込みだとただしそれを実際にだから固定化するために使った費用っていうのはあのリアルなわけですよねでこのむしろあ,のあれですよ今の暗号通貨の場合はあのほとんどのやつがプルーフォーワークなのであのまあ実際に電力食うわけですよね。 でどれくらい電力を食ったかっていうと換算でででキロ,キロ <laughs> <laughs> 全然無視できないすこの別の人なんかもクリプトアートを出して、うん、その10秒間の,その処理のためにスタジオ2年間分の電力を食ったみたいなまあそのスタジオがどれぐらい食ったかってことが書いてないんで何とも比べられないんですけどもそういうことを言ってる あの芸術家もいたりとかしてそれって、うん、な,なんつうのかなその価値を担保するためにそれをやるのって、うんうん、そんなことがみんなやるようになったら大変じゃないのって思ったりもするんですけどいやだからまずみんながやる必要があるのかとでこれは、うん、あのあれですあのそうだからクリプト対フィアってまあ要するにあのあ暗号通貨対 だから法定通貨文脈でも言えるところですけれどもこれは特定の団体がアーカイブそれもデジタルデータ全体ではなくてそのハッシュだけアーカイブするなんていうのはあれですよねなんてことはないわけですよね簡単にできるわけですよね。 例えば、ナショナルアーカイブディジタルデータみたいなものっていうのは考えられるわけですよねそこがお墨付きを与えればいいじゃんっていう話ですよね、結局ははそこがだからや,やったらもっと安上がりじゃないのっていう見方はできます、ね、別にそんなブロックチェーン技術で電力使わんで、うんうん、ただ、今誰が持ってるかとかっていう、だからそういうところまであ,のあ,れ,だあれだよね、公率の。 施設で管理するっていうなだからそれはそぐわないかもしれない。だからそこの部分で積み分けっていうのはできるかもしれないうん。だからちゃんとあの公的にまああの税金を使って登記するというのはまああの作品とああのあの作品のだからハッシュの対応表ぐらいでよくてだから実際にだからそれがどういうふうに取引されたのかっていうのは。 あの,あのあれですねだからあの別の,の NFT であのやってもいいんじゃないかなというふうには思いますねうん、うん、あとさっきそのプルーフ・オブ・ワークがすごい電力食うっていう話でしたけど、はい、プルーフ・オブ・ワークの代わりにプルーフ・オブ・ステークとかいろんな方法があったりで何でもいいんですよもう合意さえ取れればなんでもいいの、うん、でもあの 単に合意を取れるだけじゃなくて裏切り者が出た場合というのはそれをあのだからあのちゃんと摘発できるのかとかそういった要素もあるわけですよね。プルーフ・オブ・ステークはそれにはちょっと弱いっていう面があるあプルーフ・オブ・ステークというのはまあまあでも要はあのアセットを買い占められるわけじゃないですか。 結局金持ちはより発言権が強くなるのにちょっと近いそういうことになりますねはいうんまあでも失うものも大きいのでだからそれだけだからあの,あのだから大きなだからあのリスクもまさにステークを抱えてるからだからステークに応じてあのそうあのマイニング権を配分してもいいんじゃないかというであれですねネムみ,あネムみたいにあの プルーフ・オブ・コントリビューションという考えもあります、ね。だから実際にあ,のあれですねあの手間暇をかけてる人に手間暇に応じたっていうのは<ー>じゃあでもその手間暇っていうのはどうやってあのだから安分するんだよっていう問題がまた出てる気がするです、ねうんうん。それって結局 CPU パワー使うとかそういう話になってきたり、うんうん、だからその意味ではプルーフ・オブ・ワークっていうのはあの一番野蛮であるがゆえにあの一番公平とあの,あの公平一番。 疑いいにくいよなとうそうかけたエネルギーが本物だ、ねはいう <laughs> なるほどなこれあのちなみにあとの方でまたそのエコの話にも行くんですけど、はい、この電力をあの再生エネルギーとかで全部賄えるんだったらプルーフ・オブ・ワークっていうのもありそれでは全然賄えないほどのエネルギー商品になってったりするんでしょうかという。 うんであの結局約束ごとベースなので、うん、だからあの今度のあれだよね規約改定には耐えられないわっていうふうに出てくる人もいてだからそれがまさにあれなんですよねあのそうだからフォークなんですよねうんそうだから BTC と BCH みたいにねあ<ー>、うん、ビッコンキャッシュみたいにねはい。 じゃあでもフォークした時にフォークしたの後の変遷で見ると元祖の方があのやっぱりより値上がりりしてるんですよね <うん S 2> よね野蛮な方法でより素朴な方法であれですよねあの,あのあれブロックをつなげてる方が <うん S 2> はい。 よよりも受けてはいるんですよねこれ NFT のトークンとか、まあ、今イーサリウム上とかで実装されてるんでしたっけ多くのやつが。はい、でそれとかがこのフォークしたりとかそうなった時にこう最初の NFT のトークンみたいなもんっていうのは依然として何というのかなずっと永続的に あの有効でであるると保証されるんでしょうかそれは意味があります。でもあの、フォークのフォークたるゆえんっていうのは、うん、あの実際に、あ,のあれですあの、あるトークンを持ってる人というのは、 それフォークした場合にもだから、両方持っているんんででですすすだだかからららオーーナ変わなあれ例えば、ビットインを 1BTC を持ってるーーいああってる人というのは、BCH がフォークした時き 1BCH というのは自動的に与えられるわけです、ね。だから、どっちにもオーナーシップがあるという、ある意味意味がないんですけどね、この場合。結局、同じところをポイントしてるので、同じ人物をポイントしてるので。 NFT でも同じことが、うん、だから真のフォークというのはじゃあ例えばあれですねチェーン A とチェーン B に両方名前が載ってて、うん、あのチェーン B だけ名義が書き換わってた場合というのはどうなるのかという,う、はい、ただその場合もやっぱりまた取り決めでできるんですよだからこっちだけをだからこ,このアセットに関してはだからこのチェーンだけを本物とみなすというような宣言というのはできますだから結局のところ約束ごとなんですよ だから元のデジタルデータっていうのはもう複製できるわけじゃないですか。で複製され,されたものっていうのはだか,らあのだから同じハッシュ紙がつくわけですよね。うん、でたまたま同じハッシュ紙がだからついた時にあの誰の記録があるっていう時に NFT の持ち主っていうのは持ち主というよりもこのチェーンに俺が持ち主であるということは書いてあるよっていう。 それ主主張張ででききるるだだけけとえばなんですよ、ね、なるほどな、うん、だからあのもしパクられた場合というのはだからだからお前パクったじゃないか俺はけんだからあのだから権利者であってで権利者であるということはこういうふうにあの保証できるけどもだから何も NFT だけがあのあれですね権利の保証というわけでもないですよね例えばこれがトレードマークあの商標とかの場合というのは これはまさに公に投機,投機されているわけですよね。うん、うん、いろんな手段がある中でここまでその NFT に何か注目が集まりすぎている過剰過熱感がちょっと気になったんですけどもね、うん。まああのチューリップの吸根じゃんって言ってる人たちというのも少なくはないですよね。はい、うん。あとそのこの NFT に関して言うとツイッターのえっ、ー、とジャックドーシーがそういう NFT とかかなり積極的に押し取るという。 ことだったりするんですけど、これってそれこそツイッターなんかが NFT のプラットフォームになってくるみたいなことってあるんですかねっていう。ああ、まあ。なんか、ま、そういうこと考えているのかな無ゃ。無駄っちゃ無駄というふうだけども、うん、うん、それこそあれだよね、なたでひげ剃り的なところはあるけれども。なた <laughs> <laughs> でひげ剃りで。うん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 。おお。 まあちょっとその NFT 流行ってるもんだから気になったんで、えー、ど今後どうなるのかっていうことを、まあ、ちょっと注視していきたいと思いますが、うん、であとじゃあ,あのもうちょっと身近なというかあのプラ製スプーン有料化 <laughs> 疲れてる <laughs> 疲れてますねだいぶ。そそれはそれははうん 疲れるよな <laughs> いやすごいあのあれですけどでも少なくともこれあのまああの長期的にはあれだよねあのあの信二郎政治の世界から叩き出すしかないのかもしれんけれども <うん S 1> あの短期的にはあの衛生的でないからっていうのでだから断っちゃえばいいと思います。本当はあれですよあのレジ袋だって そうなんですよ。はい。あれです。あの使い捨てのあのあれですよ。あの最高の利権っていうのは衛生ですから。はい。<laughs> なるほどね。なるほどね。はい、特にそのコロナ禍で。 あのみんな神経質になってたところでそういうのもないでスターバックスもプラスチックやめるっていうふうにあれですよパンデミックの前は言ってたじゃないですかしれっと撤回したじゃないですかだからあ,のあれですよあのそうだから衛生をだか,らあのだから確保するためにはプラスチックやむなしってちゃんと言って戻したじゃないですか。環境を守るのに プラススプーンをこう使わないようにするって、はい、私はあんまり有効な手段とは思えないですけどあとその環境への影響みたいなことをこの新次郎さんとかも言ってるわけだけどこれって何かあんまり意味がないような気がするんですけど。 今日、精算として。だから意味があるとは、意味があるぐらい、意味があるぐらい、意味がないですね。<laughs> はい。進次郎、進次郎魔法でかいし。進次郎魔法ぐらい意味がある。うん、はい。進次郎魔法ぐらい、あの、あれですよね。あの、情報が詰まってますよね。はい。うん、これ、それこそ、あの、プラスチックって。うん、別に、その、作る際に、すごいエネルギーが投入されてるわけではないですよね。うん、いないですね。はい。うん、で。 そもそも言ってしまえば、そのプラスチック自体がまだそのエネルギーを持った状態なわけだから、燃やせばいいんじゃねえのっていうふうに私は思うけど、私いや、だから割と日本はプラスチックはかなりあのまともな方法で対処してきたんですよね。うん。で、スーパーで買ってきた袋というのは、あの、今度はゴミ袋になるじゃないですか。うん。え、ゴミ袋にしてない。あ、ゴミ袋にしてないという、してなかったという人いらっしゃいますか。 そんな人、い、まあ、い、いないじゃないですか。さすがにそれはね、うん。だから、ちゃんと、ちゃんとあれですよね。正しく第二の人生を送るわけですよね。なんか、この、なんか、プラスチックのスプーンを使わんようにしたら、何か、こう。あの、環境負荷が低いとか、そういうのって。それを言い出すなって、どうなのよみたいなところが。どうも気になって、しょうがないんですけどもね。なんか、も、<あ>もっと有効な。 施策って他にあるんじゃないのっていう気がするんですけどそれこそエネルギー政策なんかの部分でこんなプあのスプーンとかを禁止とかやってる場合じゃないんじゃないのかと思いましたけれどもね、うん、いやだからあ,あのあれよあのこれ部分も復活させるべきだと思うんだけどね。う,ーんうんあれを なんかこうプラスチックのものを燃やしたらいけないみたいなものとかっていうのもそれずいぶん昔の話のような気がするんですけれどもね。というよりもあれなんだよねあのあのちゃんと燃やしてくださいっていうのが施策だったのにね。<laughs> いやなんかななんというのかこうやってる感だけが。 どんどん増えてることをやってる気がするんですけどもね。んねなんかそんなよりはこうあのダンさんがあれリンク貼ってて。いや本当銀のさじならいいのが、プラスチックはダメでも。<laughs> プラスチックのさじ加えて生まれ,、うん、生まれてきたみたいな、うん。<laughs> ただ何と言えばいいのかな。あのやっぱりプラスチックのあのスプーンっていうのは割り箸に比べると、うん、やっぱすごいバビッシ感じるんだよね。あれは不思議でさ。 割り箸だと木の味わいがあるからなのかな木の味わいとかそういうことでなくてどうしてだろうな <laughs>、まあ慣れかもしれないですけどもな単なる慣れなのかな、まあやっぱり金属やねあのだからあの単に重さの問題なのかなはあ。 箸は割とあの割り箸でない普通のだから木の箸とかでも割と重さ近いじゃないですかうん、うん、まあ,あの韓国とかだと、ね、あの金属の箸とかもあのだから使うけど多分それだとあれあの日本の食事とかっていうのは重く感じすぎですよね。うん、<laughs> で多分多分単純に重さだとは思うんだよね。あの 例えば同じやつを木で作ってもやっぱ軽く感じると思う <laughs> <laughs> わびしく感じると思う,だう、ねうん、いやなんかちょっとそのこういうものの代わりにですね、うん、あのこれダンさんがえとブックマークしてた、うんうん、紙の紙の皿もそうだねわびしく感じるね、うん、そう割り箸があんまりわびしく感じない方が不思議といえば不思議かもしれない。こ、うん、これうういうの、うん あの技術なんかの方をもうちょっとやった方がいいんじゃないかと今リンク出したんですけどあの気迫化あこれはちょっとびっくりなかなかすごいニュースだなとはい、うん、これ「気迫」っていってもそもそも大気中の二酸化炭素濃度って0.03とか0.04ですねはい、うん でそれよりも希薄な CO2 を吸着できる。はい、でそこからなんかその、CO えっと、メタンを合成したりとかそうできるそうだからいずれはあれなんだよねあの大気から直接 CO2 を組み上げるっていうのも本気で減らしたかったら必要 ななはずなんだよね、まあ、そうでなくて人が出すというやつを大気に放出する前に未然に吸着しておいてあとは植物に頑張ってもらうという手もあるんですけど、うん、実はあのこの放送でも何度か言ったように植物の立,立場からすると今の大気の CO2 濃度というのはむちちゃくちゃ低くく低て苦しいんですよね人間で言えば酸欠的な。そそそそううううだから本当はあのもっと もっと濃い CO2 が欲しくてだから昔はあれですよねビニールハウスとかはあのでで吹き込んでましたよね今でも一部やってるところがあるかもしれない高級なあの食材とかははいうんだからそれをだから考えてみるとあれなんだよねあの今の大気からあのもう時間に CO2 を吸着する技術っていうのもやっぱ絶対必要になってきてそれがもうこの段階であるっていうのは なかなか素晴らしいことではないかと。ただ思ったんですけど、うん、それだけのそのそもそも少ないわけじゃないですか、大気中の CO2 って。はい、で、それを吸着しようと思ったら、すごい面積のものがいりますよね。まあ、まあ、まあそれは折りたたんでてもいいのかもしれないけども。この場合は折りたたみでいいと思う、ね。幕みたいなもの。そう、うん、そう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 。だからこの場合は別に太陽光にさらさなきゃいけないとかそういうことはだからないので、だからあれですね。うん、あの折りたたんで。 いいはずですねなんかその製造コストの方があ<れ> <laughs> まああと触媒の材質ですねここであれですね貴金属をあだから使わなければいけないとかって言ったらあ、うん、あのだからそこでコスト割れしちゃう <laughs> というのがそもそもまだこの技術が採算に乗るかどうかよりもはるかに手前だとは思いますけれどもでも薄くてもう回収できるっていうのは本当にポ本当にポイントでこれは。うんうん これコメントでもあったけどなんかその火力発電から吸収す回収するやつっていうこれはまああの工場なんかにや,にやってっていうのはまあ前からあったんですけどもそうなんですよそうやってだから普通の燃焼の結果出る CO2 燃焼したすぐのの後の段階で吸着するっていうのはだから,あのだから濃いので比較的楽なんですよ例えば人間の吐く息とかっていうのもあ,のあれですね15%ぐらいだいたいあれ,あれですね普通に あのだから何かをだからきれいに燃焼させて大気中にあるだから酸素をあの全部あのだから変えるって大体それくらいの濃度になるんですよ。ほ<ー>うん。だからそれ,にそれの1,000分の1とかっていうオーダーですからああ<ー>吸着できるのは結構じゃあそういう意味でもまあすごいわけなんですね。あとその最近エコの文脈で言うと、うん、アンモニア発電とかが あのちらほら話題になり始めているという、はい、これただアンモニアって燃火力発電の燃料にすること自体ってどうなのみたいな今だとあまりにもったいないですよねっていうのも今はあれですねアンモニア作るのにかなりのエネルギーを投じてますからね。うん、ああの全が使う そうだからー干し法に人類が投じるエネルギーっていうのは確か1%をちょい超えるぐらいなもうちょね。っとあったんじゃないか,かな。も,うもあったりももする、うん、でもっと低温でだから、うん、あの作るようなだから技術っていうのを登場しつつありますからね。うん、でそうやって簡単にアンモニアを作れるようになるとあのこれあの水素とかを液化するよりもはるかに簡単なので、うん、ずっと運びやすいですし。 で普通に燃やしちゃってもこれ窒素が出る気なのでただあれあの NOx はどうなんだろうなあんまり高温でなければそんなに出ないのかななんかそれアンモニアの燃料として使う研究のところではやってたチャレンジはしてたはずですけどもねその結果のところまだどうなのかあと燃料電池でもいいんだよねうでも でさっきのだから CO をメタンに変えるというのであればだからうんそうそうだからメタンでもいいんじゃねしかもメタンって、うん、あ,あ,のあれだよねだから今もだから天然ガスというのはまさに <laughs> あ,のあれですね少なくとも9割はメタンで、はい、お<ー>であれじゃないですかあの。 そうだから CO2 よりもさらにあの温室効果ガスとしては強いわけじゃないですか。うん,うんうんうん。だからでだから CO2 にしちゃった方がまだマシなんだよね。はは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 。<laughs> <laughs> だからわざわざアンモニア作るまでもないんじゃな、ね、いという意見もあるんだけどどうなんでしょうかね。うんうん。 でそういうのっていうのはあれだよね本当に定性的にこれができるではなくって実際になんぼだっていうのはやっぱ大事になってくるわけじゃないですか。だからやっぱりいろんなところがだからやってあのだからいんなところでだからその板を弾いてほしいですよっていうふうには思います、ね。うん、うん、ただ普通にあれだよねあのリチウムイオン電池は強いというのか強かったというのかうんだから うん、どうも燃料電池の時代というのはあの,あ,のあんま来ないんじゃないかなというは、ねうん、なんかはじはじ初めて思ってたのはリチウムイオン電池って結構複雑な構造じゃないですか。うんはい、でそんなに安くならないだろうとか思ってたんですよねそれがなんかどんどん安くなってって、うんうん、意外なほど。 でそうコバルトを使わないのも出てきましたし、ね、あのちなみにあれですあの,あのまあ名前にもなっているだからあのリチウムが枯渇するというのはもうほぼ考えなくていいみたいですね最悪海水からいくらでも取れると。で今あれですよね 上に塩ああの円弧だけでも足りずでも上に塩弧を開発するというん、のはう反対されるでしょねあの抜群のだからあの景色を<ー>でも今でもあれですよだから普通に普通に塩は採取してるんですけど、うん、これあとそのまあそれこそこれもどんどん感情なんぼでやるっていうデータをもっと取っていかないと。うん あれですけども脱炭素の動き自体に関してはどう思っています？あもうもう決まったねなんかあのあれですねあのあの偏極点を超えたというのか、うん、あのだからなん他にだからいろいろ問題があのあってだからそのついでにみたいのではなくってあの。 もうあれだよね、政策のだが、あの主眼少なくとも柱の一本っていう捉えれあのあの捉え方をされてますよね。だからそれは単にあの実際にあのそうあの地球の気象が荒っぽくなってるっていう。 あのそうだから今そこにあるだから将来こうなるではなくてもう今すでに被害があちこち出てるんじゃねえよっていうだから現象もあるしその一方でだからこうすれば解決できるんじゃねっていう施策の方だから両方が揃ったっていうところが多いです大きいですよねはい。 あんまり洋上風力発電立地条のあれなんです一定の強さの風が吹くというのが、うん、あの風力にとって一番おいしいんですけど日本の場合あれなんですよね強い時は強すぎるで普段はそんなに強くないあと遠浅のところもあんまりないみたいな。 あと太陽,太陽電池もその効率は上がってますけど日本って別に太陽光発電に適したところではないですよね。いやでもドイツとかはもっと適してないようんそうもっと高緯度だしうん、うん、で天気もあ天気いいかって言ったらそんなことないし、はい、でもドイツってフランスの原発とか使えたりするじゃないですかみたいないやだけれどもだからあのそれを感情に入れても、うん、あ,のあれなんですよもう黒字が出るぐらいなんですよね。そうかうかん とにかくどういうふうなとこ細部でどうするかはともかくとしても流れとしては。でねちょっとずるいなと思うのは今の産油国というのは太陽光発電にも絶好調そう絶好の場所にあるんですね。あのあれあのお金跳躍お金理論でもあれその太陽光の換算の時に使ったのはサハラ砂漠に置いたらみたいな話ですもんね。いやでもあの あれですよこういっちゃなんですけどもあの一般家庭の,あ,のあれですよね南側のだから屋根をあの半分拭くだけでもあ,のあれなんですよねだから、夜間どうするか天気が悪い時にどうするかっていう問題あるんですけれどもそうでない天気がいい時というのはだからエアコンをぶんぶん回してでさらにお釣りが来ると。 だから本当はだからそっちの方に助成するべきだったのにメガソーラーとか行きやがって。うんメガソーラーうまくいかなかったわけですよね。うまくいかなかったというよりもあれだよねエコトはまままるで反対の連中に乱用されまくりましたよねだからまずあれだよね一般家庭のだから屋根でもう次に急耕田とかまあ要はあのあれですよねだから今は農業にだから使ってないだから土地で。 でその後メガソーラーというのであればその後だったはずなのにななるるほほどどねね、うん、<laughs> あれなんですよあのだから地方の土建屋さんのあれなんですよ小遣い稼ぎになっちゃったんですよね。うんうん 断層的には日本でもまあその太陽光発電なんかのやつどんどん効率も上がっていくしもうそれはこの動きは大丈夫やろうと基本的には日本であっても。ももあ,のあ,のあれですこいっちゃなんですけど急光電で足りるんですよね日本の場合はいいっぱあるからいっぱいあるから。 そうなんですだからうんだからなんで急行電を使わなかったんだろうっていうね、うん、ああ<ー>しかもあれですよだから山を削,るた削ったりするよりも安上がりなんですよその方がうが、ん、確かにもうすでに平地になって、うん、しかも普通の人がこはも米とか食べてあの応援してあげたいけどあ,のあれですあのだからこないだあ,のあれですあのクったように。 あ,のあれですあの僕新潟病なんでそ,そんな理由で <laughs> <の> <laughs> そんな理由で <laughs>、まあ、そんな理由というわけではないあのないですけれどもでもあのやっぱり分これ以上あの分量を増やすっていうのは難しいわけじゃないですかなるほどね なんかあの脱酸炭素とか、まあ、その再生源とかいろいろ意見はあるけども全体的な流れとしては、まあ、あのそういう方向なんだろうなというのは、うん。もうこれでいけるというのが確定しちゃいでもなんかその流れのところでこうプラスチックスプーンの有料化とかをな,なんか入れ込んでくるからだからちゃんと何本を出そうよという話ですよね。あの あのレジ袋にしたってあれがどれほどの効果があったかって全然検証されてないですもんね。はいはいはい、それで衛生ましてや食べ物が絡むものっていうような衛生面っていうのはすごい重要ですよ。うん当にあれですよあの食中毒ってパンデミックと同じくらいかそれ以上に怖いじゃないですかあの商売してる立場から言ってもはい。 なんか本当スーパーとかで気軽にそのトレイを廃止みたいなことを言う人がいるけれども。それってその食中毒のリスクも織り込んでるのかな？っていつも思うんですけどもね。うん、うん、えっ、ー、と。じゃあ次どこ行くかなあ。サクッとみずほの話行っちゃうかな。うん。うん、みずほ、まあ、できます。普通の田んぼの田んぼが一番簡単です。メガソーラー的なものをやるのであればはい。うん。これまたみずほがや,りやらかしたというニュースが。うんうん この二週間で四度目だそうですよ。うんなんかこれ水のってなんかもうあの <laughs> 完了したみたいだけれどもまだまだ苦闘してんじゃん。まだ苦闘中なのですか、ね、苦闘の十九年史ってあるけども二十年になりこれが二十一年になってる。<laughs> どっかの国の失われた何年目みたいな。うん、ただこれ二週間で四度目っていくらなんでもこう不具合多すぎやしませんかとこんなことって。 なんかそのシステムの設計とかそういう問題なんですかねこれこれはなんかどう考えていいものやるみたいなうんやっぱりねあの僕も銀行のシステムを自ら作ったわけではないからこうだというふうにはやっぱり言い切りづらいのですけどでも,でもボトムラインとして。うん 扱っっててるデータ量ってものすすごいい少ないんですよねそうウェブやの常識とかに比べたら。うん、でもトランザクションの厳密性とかが。だから多分あれですよあの,あの銀行の一支店がやり取りするデータってあれですよねあのスマホの写真一枚に遠く及ばないはずなんですよね、うん。もちろんそのデータの整合性とかっていうのがどの程度取れなければいけないっていうのは。 あのやっぱり比較になりませんけれどもねそこは、はい、それにしてもなんか他の銀行に比べてちょっと多すぎる印象はあるんだけど本当に何なんだろうなとは思いますけどもねそんなに銀行によってそのシステムのなんか出来不出来っていうのがそんなに違うものなんだろうかってあまあでも実際見てみるとえらい違いますよねで、うん、あのニュースになってないところほど安上がりで済んでは ああそうかニュースが出てないというのはいいニュースなわけですもんねだ、うんだうん。だから三大銀行の中ではあれ,あのあれか今のところ一番ニュースになってないのは三井住友か <laughs> まあ一番つまあそれでもあれだよねあの、うん、あの何だったっけあの そうだからオーセンティケーションがこれじゃ弱すぎねっていうあのツッコミがはい広道先生から入ってましたけど、ねうん、ああ三井住友に関してうんでもまあそれ言ったらな日本の銀行あれや随分それの関係の問題はいっぱいありましたけどもね、うん、ゆうちょ銀行とかをはじめとしてまあでもあれだよなだからその手の,あの大きなニュースといえばねえあの あれだ、ジャパンネット銀行がペイペイ銀行になる。あ,あれ、あれ買えなきゃあ、また取引先とかに連絡しなきゃいけないのかな、なんか。まあ、連絡しなくても、だからそのままあの何もしないでいくと、だからあの、いつの間にペイペイ銀行になってると思うんですけどね、うん、振り込みとかは。なんか

銀行間の,その送金とかあんなにしたて例えばあのまあものすごいベタな例で言うと名前とかも半角かなみたいなデータで今でも送られたりもするわけじゃないですかそう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 ,そうあんなのってなんであんなものが未だに温存されてんだろうと思うんですけど置き換えられないものなんですか <laughs> <あの笑>エンジニアの視点から見てどうですかああいうのって なんか HTTP とかもどんどんこう色々改良されていろいろ少なくともあのそうだから振り込み先の指定に必要なのっていうのはあれだよねあの銀行名、支店名、うん、で口座誌、口座番号だけで,、うん、で名義人の名前っていうのはそこから逆に引けるじゃないですか、うん、今、普通に。はい なんかでも弾けない場合というのはそれ間違って入力するとあのあれだよねカタカナとかが間違ってたりすると使えされるりするんで何かあんな不具合を、ねうん、そうと全画数字 <laughs> あいやいやああちっちゃいかねはい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 いやこれ信じられない気がするんだけどなあんなあんな仕組みでいまだに動いてるっていうのがうん。いや だからあのかつてはあれも世界を引っ張ってたんだよね。例えばあのそう ATM カードがあのだから名刺代になったっていうのも、うん、確か日本がこれ先行してたはずなんですよね。えあの時期のえ,えこの時期のカードそう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 へえそうだったんだ。むかえ昔はななかったんですかそういう キャッシュカード的なものって。いや、もちろん、もちろん、なか、もちろん、なかったです。A. T. M. だってなかったんですよ。日本が、うん、日本が、その、先導してたっていうのは、全然知らんかったな。うん、ええー、なんか、いつの間にか。かっっうん、いつの間にか、置いてかれてしまってるわけなんですね。それは。いや、それは、どうなんだろう。それは、どうなんだろう。うん。 あ直ストライプそのものをあれだよね認証カードとして使うことそのものはそれを何か多くの銀行で採用したのはなんか日本が早かったというまあそれにしてもあの何かみ,みずほの銀行の話に戻るならば結構 なんだかんだ会社としての古さみたいなものっていうのがあるんじゃないのと、うん、んでですかね。そうピンアメリカでも四桁でしたね。少なくとも僕がいる時は四桁ですね。四桁でしたね。はいはい。当時はなんかそれで十分まあ人が暗記しなきゃいけないっいう形で、ね、うん、か,かつてはカード自体に書いてたんだよね。<え>カード自体にだからピンを,ピンをそう売ってたんだけどだから今は今はそんなバカなことはしてないんだけどうん、うん、かつては、ね<え>うん、そういう時代あったんですよ<え>確か。本当に。うん <laughs> どうかしてますね今の一瞬か,からすると。今の今のからすると本当どうかしてる <laughs> へいや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 あそうそう全銀システムを作った時の仕様がそのままま、まあ、まさにおっしゃる通りなんですが全銀、うん、それこそ70年代とかそんな感じかな全、うん、銀システムって、うん、うんそれがこう半角かなとかの仕様になってるわけか。まあ、当時 半角かな使えただけでも、大きかったのかもしれないですけどもね。うんうん、じゃあ、そろそろ、えっと、九時になりつつあるので。はい、もう、えっと、次回の予告と。はい、え次回は、え、三月の30日。はい、三月3度目、あります。3は,はい。三、はいはい、月は火曜日が3つあるので。はいはい、あ5つあるので。はい、はい、うち3つっていう。失礼しました。はい これで3回やるわけですよね了解です30日。で限定の方はですねタイトルにもなってた「エヴァ語」「c e v まあ含めてちょっとあのあれですね考察というほどのものでもないんですけれども質問が来ているあそうですね質問にも答えないと。れ忘ちゃいいけなですということでじゃあここまで見ていただいた方どうもありがとうございました。 じゃあ、あの、引き続き、えー、えー、よろしくお願いいたします。